はい、どうもこんにちは、ゆうです。ということで今回は室内陸上に出場してみた、イエーイ。はい、ということで今回は大阪室内陸上に出場したいと思います。今年初の、初戦になります。はい、でまだ冬季練習中なんですけど、どうしてもどうしても出たかった試合なのでエントリーさせていただきました。僕が高校1年生の時にこの大阪室内陸上を生で見て、その時にここで絶対に戦いたいなって思って9年が経ちました。はい、9年越しに叶いました。そういう試合なので今日は楽しんでいきたいと思います。それじゃあ試合いってきます。ついに到着しました。なんか高校生の時見た時よりもなんかちっちゃく思いますね、競技場。すげえ、やっと来たって感じですね。ちょっとアップ場行きたいと思います。はい、試合終わりました。結果発表は家に帰ってからさせていただきたいと思います。ちょっと今からウェイトがあるんでウェイトに向かいたいと思います。行ってきます。
マジで痛い。今日はダークチョコレート味と北海道ミルク味を混ぜてみました。めっちゃうまいです。疲れた体にこの甘さが染みます。すいません、遅くなったんですけど結果報告をしたいと思います。結果は6メートル99、5位です。まあタイトルには日本5位書いてるんですけど、まあ7人中5位で、まあ今回の日本選手権っていう位置づけで、まあ、限られた人数しか出てないっていうことなんですけど、まあ7人が出場できて、そのうちのまあ5位っていう形でした。まあこの時期なんで、まああの記録とかまああまり気にせずに出ました。まあ、自分の中では、まあ、記録は満足できるもんじゃないんですけど、まあ、この冬やってきたことが、まあ、少し、まあ、技術的な面で、まあ、成長が見れたので、まあ、順調じゃないかなとは思いました。はい。でまだ冬季練習あるので、あと1ヶ月冬季練習必死にやって3月からシーズンインしたいと思います。自分の中では手応えを感じた試合だったので、まあ、出てよかったかなと思いました。はい。でまあ憧れの舞台というか、まあ、ずっと高校生の時から出たいなって思ってた試合に出れて、まあ、めっちゃ自分の中ではなんか感慨深い思いで出場していました。はい。ずっと上から見てた景色だったので、ピットに立つとやっぱ全然違う景色で、でまああの改めてやっぱ試合って楽しいなって思いました。はい。でまあ今回負けて悔しいなって思ったんですけど、その悔しいなっていう気持ちを、あ、こんなんやったこんなんやったと思って試合近づいてきたな、まためちゃめちゃいい刺激もらえたなって思いました。この1ヶ月この刺激を胸に練習に励みたいと思います。明日からまた頑張ります。そして今日応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。ライズマン U、 これからどんどんのし上がっていくんで、これからも応援よろしくお願いします。最後にですね、よかったらグッドボタンとコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。